グラディスナイトグラディスナイトはアメリカ・ジョージア州アトランタ出身の黒人女性歌手。グラディスナイトザ・ピップスとして1960年代1970年代にかけて人気を誇り、1996年にロックの殿堂入りを果たした。ソウルの女帝の異名を持ち、ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第51位。 7歳の時に喉自慢大会で優勝したのをきっかけに兄弟とい図ことでピップスを結成する。1961年にデビューし、R&B 界で数々のヒットを放ったが、飛躍を求めて1966年にモータウンと契約。1967年の悲しい噂が全米2位を記録し、幅広い人気を獲得した。 1973年には、ブッダレーベルに移籍、予義者よ、ジョージアへは全米一位を記録する最大のヒットとなり、その後もヒットを連発して人気はピークを迎えた。しかし、レコード会社との契約の問題からピップスとの活動が凍結していまい、しばらくはソロ活動を余儀なくされるが、1986年に、ディオンヌア・ヌワーウィック、エルトン・ジョン、 スティービー・ワンダーと共演した愛のハーモニーの大ヒットで再び脚光を浴び、ピップスも復活した。1989年に公開された映画007消されたライセンスの主題歌、消されたライセンスはイギリスのミュージック・ウィーク誌では最高位6位を獲得した。1996年にグラディス・ナイトザ・ピップスとしてロックの殿堂入りを果たし、 受賞式でのプレゼンターをマライア・キャリーが務めた。1990年代以降はソロとして精力的に活動を続け、2002年にはグラミー賞の最優秀トラディショナル R&B 歌唱賞を獲得している。2019年2月3日、地元アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムで行われた第53回スーパーボールにて国家読唱を行う。 ありがとうございます。